2001年に登場した4代目インテグラのタイプ R は、それまでのタイプ R とは成り立ちが異なっていた。従来のタイプ R はシビック、インテグラといったベースモデルをホンダ自身がチューニングしたモデルだった。しかし今回のモデルはインテグラ自体の開発がタイプ R を考慮した上で行われたのだ。このため先代同様、遮音材を省いたスパルタンな仕様ではあるが、騒音や振動も限りなく抑えられ、ある程度の快適性まで手に入れているのが特徴である。とはいえ、その運動性能が先代を大きくしのぐものであることは間違いない。エンジンは新世代の2リットル直列4気筒 DOHC である K20A 型 iVTEC。 軽量フライホイールによってレスポンス向上が図られたこのエンジンは、最高出力220馬力、最大トルク21キロを発生する。ギアボックスは新開発の前段マルチコーンシンクロを採用したクロスレシオの6速マニュアル。サスペンションは先代の4輪ダブルウィッシュボーンから、フロントがストラット、リアがダブルウィッシュボーンという組み合わせに改められた。サーキットを重視したモデルだけに、ホンダ車初のブレンボ車製ブレーキを備えたこともニュースだ。タイヤは21545ZR17 という17インチが標準である。コーナリングは高い安定性を示す一方、下手な FR より自在性が高い。脱出時のトラクションも十分だが、なお舵が効くほど優れた接地性を示す。 FF 車のコーナリングはアクセルを開けるのに待ちを要するが、インテグラタイプ R はそれを必要としないほどだ。惜しくも2006年に生産が中止されたが、歴史に名を刻む一台である。